親王、親王は、東アジアにおいて、着出の巫女や最高位の皇族男子に与えられる、称号。もともと、中国小王朝、進む以後において用いられ、日本や朝鮮、大韓帝国期、ベトナムにおいても採用された。これらに習って、悲観事件の君主の親族男子を親王と呼ぶことや、プリンスの訳語として用いることも、ままある。 王は本来は君主を指す語であるが、官庁以後、王よりも上級の君主語として皇帝号が位置づけられるようになると、王の称号は皇帝の配下のうち特に皇位の者に対して用いられ、諸皇の称号として、諸皇王だけでなく、皇族男子の称号としても用いられるようになった。そして、議長以後、皇族男子としての王のうち、特に皇帝と禁煙であるなど、 一定のものに対しては、神皇というさらに上位の称号が与えられるようになり、これが後に日本や大韓帝国に波及した。現在は天皇の着室の男子、及び天皇の着南系の着室の男子、着室師である巫女から生まれた着室師の高尊であるものを神皇という皇室天般六条三章。また皇室天板七条には王が即位した場合には、 その兄弟を親王とする特例も定められている。天皇の子や男系の孫であっても、諸子、または諸子の子である者は、親王とならない。なお、女性の親王号を内親王と言い,い、着男系の着室の子であって三世以下、早尊の代以降にあたる皇族は、王、女王という、皇族未礼、皇室礼、すでに廃止に準じて、 青年となった場合は大勲位の勲等に除せられ、大勲位喫花大受賞が授けられる。なお、内親王は、勲位等に除せられ、勲位等法還賞が授けられ、王は、勲位等に除せられ、勲位等極実等花大受賞が授けられ、女王は、勲二等に除せられ、勲二等法還賞が授けられることになっていた。戦後でも親王には、大勲位菊花大受賞が授けられ、内親王。 新郎妃には、君一等奉還賞、弦、奉還大受賞が、女王には、君二等奉還賞、弦、奉還傍単賞が授けられている。かつては、天皇の子女の称号として御子及び王女が使われていたが、律令制では、天皇の子及び、兄弟姉妹が、新郎、女性系、内心郎は、例の条文にはないと解消され、理解を授けられ、宮殿や放禄が与えられて、 平氏が付属せられた。高村は二世から四世、場合によりそれ以降も、が、長と称せられた。順任天皇は二世王から戦争したので、平安時代以降は、神皇宣言をもって、神皇とする慣習となり、たとえ天皇の子供であっても、神皇宣言を受けない限り神皇にはなれなかった。例えば、持人王など、逆に世襲神皇家の当主などの高村一家の世代に、 相当する皇族であっても、天皇、上皇の養子、有子となることで、親王宣言を受けて、親王となることもあった。律令により、親王は、一品から四品までの品位に除せられた。品位を受けない、もしくは罪などで品位を剥奪された親王は、無本親王と呼ばれた。江戸時代以前において出家した親王を、入道親王、出家後に、 神王宣言を受けた皇族を法神王、保、神皇と称したが、実際の要令はそれほど厳格ではない。平安時代、官務天皇の政策により、東宮、皇太子とならなかった神王を八将教にする、法針が打ち出されたが、後には神王に政治責任を負わせることに、消極的な立場から、中塚佐教、教部教、式部教、壇上院、 花財卒といった名誉職について法律のみを得て、政務には携わらないという慣習ができた。この慣習に従い、政治実務から棚上げにされた人物の例として金明憲王がい。現代において特定の皇族子女の呼称として親王を呼び、内親王のみが用いられるが、第一王子、第二王子、第一王女というように。 天皇との続き柄を指す場合に限っては御子及び王女が使用され、第一親王や第一内親王といった故障は使わない。新朝皇族愛神家暮らし爵位の最高位、世襲親王と非世襲親王がある。世襲特権が認められているものには、建国時期に活躍した六人の親王と二人の軍王の他に、新朝中期末期に、 特別な功績があるとして世襲が許された四人の新王がいる。その他の非世襲新王は一代ごとに借位が下がり、陳国公まで下がってからは世襲になる。なお、初期には新朝の中国制派に対抗のあった漢人の将軍を三慶、平成王にも新王位が授けられている。新朝初期の世襲皇族中期末期に認められた世襲皇族。 李氏朝鮮が大韓帝国に国号を改めた際に親王位が定められた。それまでは王族の男子には親王ではなく君といった称号が与えられていた。日本においては、条約締結などの席において、相手の君主国の君主を一律に皇帝と読み替えていた。皇帝近代日本外交における皇帝の使用も参照。この流れから皇帝の親族たる。 皇族男子を親王と読み替える慣例が生まれた。平成時代においても、同じアジアの対応室において、王族聖員を、個人単位で、親王、内親王と読み替える事例が散見されるが、ラーマ旧世法御前後ともなるとマスコミなどでも応じ、王女と報道を売ることがほとんどである。親王呼びは主に王子呼びなどにとって変わられたが、 これは国王皇帝と読み替える官方の方針が転換されたことも大きい。また、マスコミなどを通じて、世界各国の王子様、王女様がゴシップ的に掲載されるようになったことなどで、そうした場で神王と呼ばれることは、日本の皇室聖員を紹介する場合を除いて見られない。一方で、旧オーストリア提出における男子聖員に付けられたオーストリア大公。 エルゼ・ヘティソグ、英語では、アーチ・デューク野球ロシア提出のロシア大公、ー、英語では、グランド・デュックなどにおいても、慣例的に、王子と呼ぶかあるいは一律に、大公と呼び、神皇と呼ぶことがない。これは、英訳から来る、デューケの綴りから大公と訳したことも大きい。しかしながら両称号とも、支配地であるオーストリアやロシアの統治者、主権者としての意味合いを有しており、 その点では王、尺に上回る地位として用意された親王に近い。オーストリアやロシアで訂正が廃止され、現在の、生因が国家的に皇族と認められたわけではないため、この用法に対する公的な意見の場も設けられてはいない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。